まあ、音は聴覚のみの情報なんですけれども、まあ、視覚を組み合わせることでよりその音を楽しむことができる。これは皆さんもういろんなあの作品が世の中に出ているので分かると思うんですけれども、とりわけ楽器演奏と映像を組み合わせることで演奏者もまた鑑賞者も同時に楽しむことができるんではないかと思って、そういった作品を私も作りたいなと思いまして研究を進めていきます。使用した機材は、電子ドラムで、電子ドラムのミリがあるので、それと今回使ったのが、モーションダイブという VJ ソフトなんですけれども、それと組み合わせて、ちょっと作ってみましたので実際に見ていただきたいと思います。これは鳥をテーマに五線譜に見立てた線に鳥さんが、出てくるという形です。箇所によって違うカエルが動きます、飛びます。これ雲ですね。雲が箇所によって違う雲が動いたりします。